ラシャード・ボーンはアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス出身のプロバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。地元ミネソタ州の高校からネバダ州のフィンドレー高校に転校したボーンは最終学年の2013から14シーズンは平均19.9得点4.8アシストを記録するなど注目される存在となり2014年のマクダナルズ・オール アメリカンゲームやジョーダンブランドクラシックにも出場した。大学も同州の強豪校であるネバダ大学ラスベガス校に進学。1年生からレギュラーとして起用され、23試合の出場で平均17.8得点49アシストを記録。ボーンは大学では1年間プレーしただけで2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。一巡目17位で、 ミルウォーキーバックスから指名された。しかしながら、1年目から、プロの壁にぶつかり、出場機会を得られず、2017年10月31日に、ルーキー契約の最終年の契約を更新しない、ことを通達された。2018年2月5日、タイラー・ゼラーとボーン、将来のドラフト2巡目指名権とのトレードで、ブルックリン・ネッツに移籍した。3日後の2月8日、 ダンテカ・ニンガムとのトレードでニューオーリンズ・ペリカンズに移籍したが、その後、ペリカンズからウェーブされた。2月20日、オーランド・マジックと10日契約を結んだ。3月2日、マジックと2度目の10日間契約を結んだ。3月7日、マジックからウェーブされた。ありがとうございます。